グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。日本代表は2日、カタールワールドカップアジ最終予選で、オマーン代表と対戦する。本大会、馬券をかけて戦う重要な初戦は、大阪市立府崎サッカースタジアムで行われる。今シーズン、欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも、簡単し、1ヶ月無料お試し実施中、FIFA ランキングでは24位の本代表に対して、オマーン代表は79位と差が、決して侮れる相手ではないだろう。オマーン代表の指揮を取るブランコ・イバンコビ、監督は67歳で、経験豊富な指揮官として知られている。クロアチア出身のイバンコビッチ監督、母国の強豪ディナモ・ザグレブで指揮を習った経歴があり、当時は若き日のルカ・モドリッチやデアン・ロブレンが在籍していた。アジでの指導経験も豊富で、イラン代表や中国、UAE、アブ首長国連邦、イラン、サウジアラビアのトリーグでも監督を務めた。イラン代表を率い、キワは、アリ・ダエをはじめとする、アジア靴のタレントを率いて、ドイツワールドカップ本大会出場権を獲得している。アジア最終予では、日本代表と対戦し、イランはホームで2-1、勝利を収めたが、横浜国際総合競技場で行われた試合では2-1で、日本代表が勝利している。インコビッチ監督は、昨年1月に、オマーン代表のただしに就任している。アジア二次予選は、ラスト3位を2勝1敗で切り抜け、最終予選突破にチームを置いた。経験豊富な指揮官は、日本代表との試合、どのような采配を振るうのだろうか。両。